のでございます、通告していました順番ちょっと変えて質問させていただきますので、ご了承ください。先ほど江藤委員との質疑において、厚生労働省働き方の時間、これについての調査結果の報告を撤回をされました。パネルお願いします。昨日、我が党の長妻代表代行がこの予算委員会で取り上げたパネルと同じものであります。一般労働者の平均的な社の法定時間外労働の実績ということで、これまで厚生労働省が、公表してきた、1日1時間37分なのに1週間で2時間47分とはどう考えても理屈に合わないというようなことを指摘をいたしましたら、精査するということで今日撤回をされた。撤回をされたらこのデータということでよろしいですね。加藤厚生労働大臣。平成25年度労働時間等総合実態調査に基づくデータ、もうそれも含めてでありますけれども、それについて、この委員会でもいろいろご指摘をいただきました。現在、その精査をしているところでありますけれども、時間を要しております。でこの点に対しては昨日までも野党の議員からもご指摘をいただき、与党の議員からもご指摘をいただいたところでございますので、こうした精査に時間を要するような調査のデータをお示しをしましたことについて、また答弁をしたことについて、撤回をし、国会に対してまた国民に対してご迷惑をおかけをいたしましたことに対してお詫びを申し上げたところでございます。したがって今お話しいただきました指摘も含めた総合実態調査についてでございます。枝野君。総理も発言を撤回されていますが、まあ、要するに総理は、一般の労働者の方がいわゆる裁量労働制の働き方よりも、時間外労働が長いということもあるんだということをこれまで繰り返し述べてこられた。このデータが撤回されたということで、その根拠になるデータはなくなったということでよろしいんですね、厚生労働大臣。加藤厚生労働大臣。先ほど申し上げましたように、私の方からも、また総理からも、その調査を踏まえたデータをお示しをしたということでございまして、そのデータについては、またそのデータを含む答弁に関しては、撤回をさせていただいたということでございます。枝野君。これまで総理からも、この裁量労働制の方が、むしろ時間外労働、トータルの労働時間短くなるんだと。いうような趣旨の答弁が繰り返される中で、いわゆる働き方改革についての議論がなされてきました。どうもこのデータの出た時期を考えると、この間の労政審などの議論においても、こうしたデータに基づいて、実は裁量労働制にせよむしろ時間短くなるんだなという間違った根拠に基づく議論がなされ、それに基づいて法案が出され、国会で審議をされていたのではないかという重大な疑義が出ています。まずは何よりもこの間、本会議以来、こうしたデータを前提にして議論のやり取りがなされてきた。ただでさえ野党の質疑時間を減らすというようなことがなされてきている中で、こんな時間を空表させた責任、委員長しっかりと取らせてください。理事会において協議をさせていただきます。理事会の前に委員長も目の前で聞いておられましたよね。目の前に聞いておられて、この間ずっとこういうデータに基づいて、間違った事実に基づいて説明、政府から出されてきた、それが撤回をされたということについて、委員長、どういう認識なんですか。この理事会で皆さんの意見を聞きながら調整いたしたいと思います。委員長がどう捉えるか。委員長は時計止めて、私は時計止めて、どうせ昼休みだから。そのことについて委員長どう考えるかとか、そんなことない。いやいや、委員長のこれまでの
わかりました。データ的に瑕疵があるという指摘もあってですね、このような結果になったことは私も遺憾に思いますが、しかしそれに基づいて総理からもまた厚労大臣からも撤回をして再調査をきちっとするということがございましたので、そういう方向で受け止めております。枝野君。この時間が浪費をさせられてきた、間違ったデータに基づいた答弁で議論をさせられてきたということについては、これから理事会においても厳しく指摘をさせていただきたいということをまず申し上げておきますが、昨日長妻委員からの質疑があってから約24時間、どういう精査をして、それでも今日の段階では精査が終わらないと、どういう精査したんですか。加藤厚生労働大臣。ここの委員会でですね、例えば1日15時間超の人がいるではないか、あるいは今ご指摘を踏まえた1日と1週間の時間があまりにもアンバランスではないか、こうしたご指摘をいただいたところでございますので、今その個々のデータ約1万を超えるデータがございますので、そのデータの一つ一つに当たらせていただいております。それからまた具体的にこれは監督官がですね、実際現地に行ってヒアリングをして聞いているということでございますから、実際その調査においてどういうことだったのか、それらも含めて精査をさせていただいておりまして、残念ながら先週からご指摘をいただいておりますけれども、今申し上げた作業にこれだけの時間を要しているということ、このことを申し上げたところでございます。枝野君。いい答えを一ついただきました。午後に、佐川国税庁長官についてもご指摘をしたいと思っていますが、このベースになっていたデータは全部残っているようですね。ですから当然どこの事業所においてとかっていうデータの部分はその固有名詞は消さなきゃいけないと思いますけど、全部出してください。それからどういう計算根拠に基づいて、どういう計算の仕方でこうした平均時間を出してきているのか、そのデータ出してください。加藤厚生労働大臣。今、実際の調査票はなくなっているということでありますが、それを踏まえて、いやいや、それを踏まえてデータに打ち込んだ個々のデータはあるということでございますので、今、それを精査させていただいておりますし、今、委員の要望については、どういう形でお出しできるか含めてですね、対応させていただきたいと思います。枝野君。打ち込んだデータということであるならば、その事業証明などについて以外のところだけ打ち出していただくのは簡単だと思いますので、もう今日中にも出していただきたいと思います。委員長、しっかりとご手配ください。最大限理事会でも協議いたしますが、最大限努力をしてください。枝野君。この問題は、裁量労働制というのが今回拡大されようとしている。裁量労働制ということになると、実はいわゆる時間外ということが基本的にはつかなくなる。そうすると、時間外どうせつかないんだから長い時間働いてもらっても一緒じゃないかと、給料を払う側からすれば普通はそういうことになって、むしろ長時間労働がますます進むんではないかと、この分野拡大をするというのが安倍さんの言う働き方改革だという本質的な、そして今回これは今日は議論しませんが、どうも営業職一般に適用されかねないような条文になっている。こうしたことは皆さんの働き方にも直接関わってくる問題で、その元になっているデータが国会で繰り返し質疑をされた中でようやくおかしいんじゃないかという精査がなされているという、こういう問題だということをぜひ多くの皆さんにも知っていただきたいと思いますし、厳しく追及してまいりたいというふうに思っております。予定をしていたテーマの中で、法務大臣と法務省に来ていただいております。平成30年1月30日東京高裁で判決がありました。平成29年行庫1575事件について、この裁判がどういう裁判であったのか、2分ぐらいで総務局長答えてください。法務省総務局長立内久志君。お答えいたします。ご指摘の訴訟につきましては、
隊の自衛官は、防衛出動命令がに、服従する義務がないことの確認を求める裁判、こういうのをやったところでございます。それについて第1審第2審の判決が出されたということでございます。江田君、法務大臣、これは被控訴人、原審地方裁判所では、被告人が国で、その代表者は法務大臣である上川陽子法務大臣である、こういうことよろしいですね。立内総務局長。その通りでございます。江田君、この判決をまず要旨を読んだときにちょっとびっくりすることが書いてありました。判決要旨のところにですね、存立危機事態が生じることや防衛出動命令が発令されることがおよそ想定できないという被控訴人の主張はという言葉がありました。要約だけでは危ないと思ったので判決文全文取り寄せてみました。現時点で存立危機事態は発生しておらず、国際情勢に鑑みても将来的に存立危機事態が発生することを具体的に想定しうる状況にはない。これ被控訴人の被控訴人の主張です。国の主張です。間違いないですね。立内総務局長。係争中の個別の事案のことでありますので、詳細についてお答えすることは控えたい、と思いますが、自衛官が存立危機事態における防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求める訴訟を適法に提起するためには、現に、当該自衛官の権利や法律的地位に具体的な危険や不安が存在することが必要であるところ、国は訴訟の中でその要件を欠く理由といたしまして、防衛出動命令が現に発令されていないこと、現に存立危機事態が発生しておらず、また、防衛出動命令を発令するための存立危機事態の認定等についての作業が進められていないこと、将来的にもいつ存立危機状態が、存立危機事態が発生するかについて確実なことが言えず、防衛出動命令が発令される具体的蓋然性が認められないことなどと主張してきたものでございます。江田君、いろいろおっしゃってますが、政府として、つまり、国、その代表者、法務大臣が代理人を通じて、昨年の11月27日、国難だと言って衆議院解散があった後です。北朝鮮情勢が緊張していると、今にも北朝鮮からミサイルが飛んでくるかもしれないというような危機が煽られているど真ん中で、政府が裁判所に提出した準備書面の中にはこういう記載です。現時点で存立危機事態も発生しておらず、また現時点における国際情勢に鑑みても本件訴訟が継続する当面下において将来的に上記事態が発生することを具体的に想定しうる状況にはない。繰り返します。判決ではありません。法務省、国が裁判所に出した国側の主張です。ちなみにアメリカと北朝鮮との間で武力衝突が発生した場合ということの主張もあくまでも抽象的な仮定を述べるものに過ぎず、上記主張をもってしても将来武力攻撃事態または存立危機事態が発生するか否かや、その時期が具体的にいつであるのかを何ら示唆するものでないことは明らかであり。法務大臣の認識ですね、これがね。法務大臣。総務局長。立内総務局長。先ほどお答えした通りでございまして、自衛官が存立危機事態における、防衛出動命令に服従する
義務がないことの確認を求める訴訟を適法に提起するためには、現に当該自衛官の権利や、法律的地位に具体的な危険や不安が存在することが必要であるというところ、国は訴訟の中でこの要件を欠く理由として先ほどの3点について、主張してきたものでございます。枝野君、大臣がこれ国の代表者ですから、後ほど代表法務大臣にお答えいただきたいんですが、今の商務局長の主張はそれはその後で前後でやってるんですよ。この具体的に訴訟を起こした自衛官がその命令が発動されるかどうか、そういう対象になりうる部隊なのか、そういう発動命令が下されるような可能性のある仕事に従事しているのか、そうしたこの当該原告が実際に命令を受けるかどうかという具体的な危険性があるかないかはちゃんと別途主張してるんですよ。その他にそもそも存立危機事態が発生したり防衛出動が命令されるような具体的な可能性がないということ、明らかだということを主張しているということが、これは国の主張でしょ。法務大臣、国として主張したんですよね。法務大臣、総局長、まず法務大臣上川陽子君。ご指摘のさまざまな準備書面等での記載部分についての訴訟ということでございますが、先ほど商務局長からの答弁のとおり、訴訟は今継続中ということでございまして、内容の詳細についてお答えをするということについては、差し控えさせていただきたいと思います。その上で申し上げるわけでございますが、いずれも原告が適法に訴えを提起することができる要件を欠く理由といたしまして、本件訴訟が継続する当面下で、武力攻撃事態または存立危機事態が発生しうることの具体的危険性を肯定できないということを国として主張したということでございます。枝野君、要するにですね、政府は一方ではいかにもすぐにでも存立危機事態が生ずるかもしれないと言って安保法制を急いだんですよ。そして北朝鮮との関係、いや僕は客観的にはもしかすると危険があるのかもしれない、そこについて断定することは避けたいと思います。しかしながら一方でなんかいかにもすぐにもミサイルが飛んできそうな危険をこっちで煽りながら、一方では同じ国が違うところではそんな具体的な危険はないと堂々と国として正式に主張している、こういうのを二枚舌というんじゃないでしょうか。法務大臣いかがですか。法務省立内商務局お枝。先ほどお答えしたとおりでございまして、係争中の個別の事案のことであるため、一つ一つの主張について、個別にお答えすることは差し控えたいと思います。なお、先ほどの確認の訴訟を適法に提起するためには、現に当該自衛官の権利や法律的地位に具体的な危険や不安が存在することが必要であるということから、国は訴訟の中でこの要件を欠く理由として先ほどの主張について主張してきたものでありまして、存立危機事態は想定できないといった主張はしておりません。枝野君、先ほど国の主張自体は明確に朗読させていただきました。国が準備書面として裁判所に提出している文書ですから、これはどう言い訳しても国としてこういう認識であるということでないと、裁判では違うことを言って、こっちではあっちのことを言ってと、こういうことを裁判でやるということになったら、司法自体がおかしなことになります。これは裁判で存立危機事態が起きるのか起きないのかということだけではありません。安倍総理に伺いします。安倍総理は憲法9条の改定についていろいろおっしゃってきているようですが、9条を変えても自衛隊の活動範囲は変わらない旨の発言をしていると伝えられていますが、それで間違いありませんか。安倍内閣総理大臣。憲法についてですね、まさに今ここに私は立っておりますのは、
内閣総理大臣として立っておりますので、まあ、我が党の中における議論についてここで申し上げる立場にはないわけでございますが、まあ、しかし、前へとお答えいたしますと、まあ、これはですね、私が述べている1項2項を残した中においてですね、この自衛隊の存在だけをこの明記するという形にするのであれば、1項2項から来るですね制約を受けるということになりますから、新三要件の下でしか防衛出動はできないというのが、武力行使ができないということがですね、変わりがないという立場には、変わりがないということでございます。枝野君。内閣法制局長官、体調悪いようですが、インフルエンザじゃなかったということで来ていただいているということでございますが、一般論、法解釈の一般論をまずお尋ねします。項がいくつか並んでた場合、1項、2項、3項、4項、5項、6項並んでた場合、その項の中で一見すると矛盾するような規定があった場合は、どういう解釈をするのが大学の法学の1年生で並ぶ項の解釈の基本原則ですか。内閣法制局長官、横畑雄介君。あくまでも一般論で、ございますけれども、同じ法令の中で、まあ、相入れないというか、まあ、矛盾するような規定を設ける場合には、まあ、本則と正し書きという形で例外を規定する、あるいはある条項の例外として、例えば〇〇条の規定にかかわらずこうであるというような例外規定を明示的に書くと、まさに例外を書く、特則を書く場合には特則であるということを明示するような形で記述するというのが一般的な例でございます。で、そうでない場合について言うならば、まあ、ちょっと具体的なその条文というか、その案文がない以上何とも申し上げられないのですけれども、それは矛盾しないという、いずれも成り立ちうると、両立しうるという前提で合理的に全体を解釈するということになろうかと思います。枝野君。もう一つ法解釈の一般原則聞きたいと思います。新法と旧法で矛盾するような規定があった場合はどちらが優先する。私も40年ぐらい前、もうちょっと最近か、大学1年生で教わりましたが、どういう一般原則ですか。横畑内閣法制局長官。まあ、その原則例外の扱い方といたしまして、まあ、いわゆる特別法は一般法を破るという、まあ、方言、法、言い方、あるいは公法は前法を破るという言い方がございます。まあ、これもまた具体的にどのような条文を、まあ、規定するのかということによるわけで、一概には申し上げられないわけで、まあ、先ほど申し上げたように我が国 の、 法体系は他国の場合と違いまして、大変その既存の規定と矛盾するような新たな規定を設ける場合には、既存の規定にも手を入れて、まあ、それを修正するとか削除すると、そういう形で一見その矛盾するような、あるいはその前法後法の関係でどちらが適用になるかという議論を生まないような形で法令の規定を整備しているという現状でございます。まあ、従いまして一般的なその後法が前法を破るということから、先ほど申し上げたような全体として合理的に解釈すべしというような条文があるときに、それが後から入った方が優先するということにはならないと考えます。枝野君。ありがとうございます。実は答えていただきたいことは答えていただきました。一概に言えない、具体的な条文規定見ないとわからないですよね。安倍さん、総理、条文見せてください。参考に自衛隊明記しても今までと変わらないと今ここでご答弁されています。どういう条文想定されているのか示していただかないと分かりませんけど、
条文の書き方によって一概に言えないんですから、本当に安倍総理のおっしゃってる通り今までの解釈と変わらないのか、それとも変わるのか、それ全部変わってくるじゃないですか。それなのにその条文が具体的に示されてないのに変わらないというのはどういう根拠ですか。安倍内閣総理大臣。まずですね、まず私は再々述べておりますように、まあ、公安の総理大臣として立っておりますから、まあ、この予算について、あるいは法案について、あるいは条約について、答弁する義務は負っているわけでございますが、自民党の例えば案等々について申し上げる立場にはないわけでありますが、でいつもこれ、あえて申し上げればということを、申し上げているところでございますし、まだ自民党の中でもですね、これ、再三申し上げている、これ、再三申し上げているわけでありますが、我が党の中においてもまだ議論が進行中でありまして、確たることは申し上げることはできませんがということをいつも大体申し上げているわけであります。まあ、話を短くしろと言われるのでこれを省く場合もありますが、まあ、基本的にはそれをですね、私は申し上げているわけであります。まあ、そこで1項2項を残すのであればですね、基本的にはただ書き方にもよりますがということも申し上げながら、1項2項を残しているのであればですね、まあ、基本的な制約は受けるということを申し上げているわけでございます。と同時にですね、同時に1項2項を残しているとしても、政府の考え方としてはですね、政府の考え方としては、我々は自衛隊の存在は合憲であり、そして自衛権の行使についても、個別的自衛権は合憲であり、そして新三要件の下での集団的自衛権も合憲であるという立場でありますから、1項、2項とですね、我々はそれを肯定することは矛盾するものではないと、こう思っているわけであります。その範囲内でですね、書くことであれば、当然それは今までのですね、立場とは変わらないのではないかということを申し上げているわけでありまして。で実際にですね、実際に、じゃあ示してくださいということであれば、それはまさにこの場ではなくてですね、それは憲法審査会において、まさに議論していただきたいと、ということでありまして、まだ発議にも至っていない、わけでありまして、まず発議するために、議論をするわけでありますから、それは、この場、まさに基本的には予算を審議するこの場ではなくてですね、憲法審査会という場があるんですから、そこで議論していただきたいというのが、私の基本的な考え方でございます。枝野君。ここで私が取り上げたのはですね、総理が先ほど法制局長官の答弁をよく聞いていただければ分かる通り、実際にどういう書き方をするかによって従来の解釈が維持されるのか、それとも解釈が変わるのかというのは、実際の条文の書き方を見てみないと分からないんです。分からないのに1項2項は変わらないという予断を与えるようなことを国会の卒とは言いながら繰り返しお話になっているので、それは違いますよということに国民の皆さんにしっかりと知っていただかないと、1項2項をそのまま残せば今までの自衛隊と変わらないんだという、その刷り込み、間違っもしかするとそれは間違った刷り込みかもしれない、その間違った刷り込みの中で議論が進んだりすると禍根を残す。だからここでお尋ねをしてきたわけであります。もう一点、総理の、まあ、国会では答弁されていないんでしょうが大事なことですから、これまでのご発言確認をしたいんですが、仮に、今自民党内で議論されているような9条の自衛隊を加えるという発議が国民投票で否決されても自衛隊の合憲性は変わらない、今と変わらない、こういうご発言されているようですが、事実関係として確認したいと思います。安倍内閣総理大臣。枝野委員にもですね、私の言っていることもよく聞いていただきたいと思うんですが、私は10代から申し上げている通りですね、まさに今我が党の中で議論が行われていると、そしてしかしその中で1項2項を残し、そしてもちろん書きぶりにはよりますが、私が想定しているのは1項2項の制約を当然受けるでしょうということを申し上げていて、その中でですね、自衛隊についての存在を書き込むことを、ということにおいてはですね、まさに1項2項の制約を受けるから、いわば今受けている制約は変わりがないということを申し上げたわけであります。ただ、まあ、詳細見てみないとわからないというのは枝野委員のおっしゃる通りでありますが、それ以上のことはですね、まさに憲法審査会でやっていただきたいし、そして私の思い通りに我が党の案がなるわけでもこれはないわけでありますから、それは私はそもそもですね、この場には総理大臣として立っておりますから、立場にはないということは再三申し上げているじゃないですか。だけど答えろというからあえてそこまではお答えをさせていただいているということでありまして、なぜ答えるんだという、今やじがございましたが、それは非常に外野の方がですね、
そういうやじを飛ばしておりますが、それは全く私の議論を聞いていない、まあ、ものではないのかなと、こう思うところでございます。まあ、そこで、いわば我々はですね、申し上げているのは、すでに政府の立場はですね、もうこれはもう47年見解で明らかになったようにですね、我々はすでに合憲であるという立場はこれ揺るぎないわけでございます。つまり自衛権があり、そして自衛権が行使できると。しかしその中の自衛権においてはですね、47年見解においては集団的自衛権は行使できないというものであったものをですね、我々は当てはめる形においてですね、基本的論理を変えずに、この国際情勢の変化に合わせて平和安全法制を制定する、まあ、前年にですね、憲法の解釈を変えてこの当てはめを変えたという経緯があるわけでありますが、この立場には変わりがないわけでありますし、この憲法の新憲法草案がどういうものになるかは、これはまだ完全にこれ条文ができてみなければわからないわけでありますが、その上においてですね、行われた国民投票において今までの政府の見解が変わるわけでは基本的にはないと、こう考えております。枝野君。国民投票を行うとですね、今の憲法改正国民投票法が成立したときの、これ、議員立法ですので、議員立法でも税金を使うことが必然の場合の法案は必ず具体的ないくらかかるのかということを提示しないと、議員立法は審議できません。そしてそれに対して政府の見解も示されます。そのときの議員立法での、施行に要する経費というのは、国民投票実施に要する費用として1回あたり約850億円の見込みである。つまり国民投票すれば850億円税金が使われるということです。今のお話の通りですね、9条に自衛隊を書き込んでも基本的には今までと解釈は変わらない。もしその発議が否決されても今までの解釈は変わらない。850億円かける価値があるのか、意味があるのか。ちなみに多くの皆さん誤解をされている方がいらっしゃるし、時々変なデマがありますから、念のため申し上げておきますが、立憲民主党は自衛隊の存在は合憲だと考えています。そして専守防衛、個別的自衛権の範囲内における自衛権行使は合憲だというふうに思っています。先ほどの過去の政府見解についての解釈、それは政府の解釈の仕方は間違っていると思っていますので、集団的自衛権の一部行使容認、つまり海外で戦争ができるかどうかという点については今の政府と考え方違いますが、日本の領土領海領空が攻撃をされた場合、自衛権を発動して国を守るということについては我々は明確に合憲の立場ということであり、私は国会の中を見ても大方の皆さんはそういう立場に立ってきた。なぜならば、まあ、新人や若い方は別としても自衛隊を含む予算に賛成した経験のある私も提出者、自衛隊を含む予算の提出側に回ったことはあります。それに賛同しているんですから、違憲のものに賛成をしたらそれは矛盾ですから、多くの国会にいる議員が自衛隊は合憲である、少なくとも専守防衛個別的自衛権については合憲であるということについては政治的には私は決着がついている話であるということについて、850億円の税金を使うということの意味はなかなか理解しがたいところがあります。法制局長官に聞いた方がいいのかなと思いますけれども、イギリスとドイツの議会の解散のルールについて日本政府としてどういう認識と評価をしているのかお答えください。外務大臣河野太郎君。イギリスでは議会の下院は一定の要件の下で任期満了前に解散されることがあるものと承知しております。具体的には首相が下院が繰り上げ総選挙を決議する、あるいは政府に対する不信任を決議した上で一定期間内に改めて不信任を決議しないとの要件を満たすことにより下院の解散を実現することができると承知しております。実際昨年4月、メイ首相は下院の解散総選挙の意向を示し、これを受け下院が繰り上げ総選挙を決議して解散し、6月に総選挙が実施されております。ドイツでは例えば首相の信任案が連邦議会の過半数の同意を得られず、連邦議会が過半数により別の首相を選出しなかった場合に、大統領は首相の提案に基づいて議会を解散できるものと承知をしております。
信任案を与党議員の棄権によって否決されることで議会が解散された例もあるというふうに承知をしております。枝野君。議院内閣制の先進国、代表的な国で誰も異論はないと思いますが、どちらも内閣あるいは首相が独断では解散はできないという仕組みということでよろしいですね。河野外務大臣。この両国は議会の採決その他が必要だと思いますが、ということなんだろうと思います。枝野君。どなたがお答えになるのかなと思ってたんですが、外務大臣お答えいただいたのではそのまま外務大臣お答えいただくんだと思いますが、ドイツイギリスそれぞれいつからかご存知です？法制局でもいいですよ。どなたが答えるか別として通告します。河野外務大臣。イギリスは2011年の議会期固定法からだと思います。2011年の9月の15日に制定をされております。ドイツについてはですね、失礼、これはドイツの基本法63条ではないかと思います。枝野君。日本では解散権は総理大臣の権限ということで当たり前、私も実は10年ぐらい前までそう思ってました。ところがですね、ドイツは第二次世界大戦後のボン基本法、ドイツは東西ドイツが合併まで、ボン基本法という名前の実質的な憲法で西ドイツ動いてました。そこで、実は首相あるいは内閣が勝手に解散できない制度を導入しました。それは、ナチスドイツを生んでしまったということの原因の一つとして、頻繁な解散が政治の不安定化と政治不信を招いたという反省教訓に基づいていると言われています。一方、まさに議員内閣制議会制度の父と言ってもいい英国もにおいてもですね、21世紀に入って、内閣政府が勝手に議会を解散することはできない。議会の解散はあくまでも、議会が自主的に解散をするということで、先日メイ首相の解散もメイ首相が、おそらく与党の党首としてのイニシアチブを発揮したんでしょうけども、野党も合意をして応じて議会で議決をして解散がなされました。まさに時代の変化に合わせて多くの議員内閣制の先進国がこうしたプロセスを踏んでいます。そもそも行政府に議会の解散権があるというのはどういう歴史的な意義を持っているかご存知でしょうか。安倍内閣総理大臣。衆議院の解散権はですね、内閣が国政上の重大な局面等において、主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えてその判定を求めるということを狙いとして、また立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であると考えております。その今のご質問が、我々がどういう権能であるというふうに考えているかということにおいては、今のがお答えであります。枝野君。はい、政府の今の見解はその通りなんでしょう。そもそもが議会の解散というのは、憲法という仕組みは、ヨーロッパの王政を前提として、そこから、社会は、立憲主義と民主主義へと動いてきた。そのプロセスの中で王権を制約する存在としての議会というものがヨーロッパで順次できてきた。そしてもともと王権がオールマイティであった社会の中で議会が権限を持って、そして納税者の意見を反映させないで税金を課したら困るというような話で歴史的に推移をしてきた。その中で王権とそして議会と、その緊張関係をしっかりと確保するための手段として、議会がいろんなことを言って王権を制約するしようとするのに対して、王権は議会の解散によって対抗する。これがおそらく憲法史の先生方8割以上の方が同じ答えを言っていただける解散制度の歴史的な経緯です。ですから実は民主政治の下では議会の解散権というのは
その歴史的な経緯からすると、実は存在意義はなくなっているというのがオーソドックスな見方です。なぜならば議員内閣制では議会と政府が対立しません。議員内閣制というのは議会の多数派が政府を構成するというのが議員内閣制です。王様と議会が対立しているときにはその緊張関係のために王様に解散権があった、それはよくわかります。ところが議会の多数派が行政府を持っているという議員内閣制においては、議会と内閣が実は 100% 対立することはない。議会の多数派とそして行政府はむしろ連携協力関係にないと。議会の多数派と内閣が対立関係になったら、それは内閣不信任が通って内閣倒れてしまうわけですから。ですから実は議会の解散権を持たせるということについては歴史的な意義はない。そうは言っても総理が今ご答弁された通り、国政の新たな重大事項が発生をして、これは民意を聞かなければならないというときには、行政府が解散権を行使するんじゃなくて、議会自らが解散をして、そして民意を問う、これがドイツやイギリスで、この半世紀余りの、1世紀ぐらいの間に進歩してきた民主主義と議員内閣制の進歩だと思うんですが、総理の見解をお尋ねします。安倍内閣総理大臣。それはまさにこの憲法改正に関わる議論でございますが、まさにそれについてはですね、憲法審査会において議論がなされる内容であろうとこう思うわけでありまして、行政府とですね、まさに議会の関係についてお述べになったわけでありますから、それはまさに憲法改正についてはですね、この審査会について大いに議論をしていただければとこう思う次第でございます。まさに今のご答弁が、内閣が行政権オールマイティで持つということがいかにおかしなことかということを、私はお答えになっている話だというふうに思うんですね。先ほど来のご答弁が、安倍総理はここで先ほど憲法の9条の話についても、ここは行政府の長として出てきているんだと言って、自民党内の議論あるいは自民党総裁としての発言については基本的には答えないとなっています。それ自体が議員内閣制の理解として違っておられるんじゃないでしょうか。今回、財務大臣、今回の予算は与党の中でこの予算でいいという了解を取って国会に法案提出されてますよね。財務大臣。麻生財務大臣。予告質問に入ってませんでしたね。はい、入ってないね。いや入ってないねって聞いたのを確認させていただいてます、はい、座ったまま答えないで立って答えてもらいたいんですが、基本的には私どもといたしましては、行政府と与党との間で十分、与党との間で十分に論議させた上で提出させていただいております。枝野君。予算もそれから政府が提出する法案も与党の中で十分議論をして、基本的には異論がなくなって、つまり与党は揃って賛成してするという状況にならないと、国会は、法案は与党、政府は提出をされない、こういう慣習慣行でずっとやってきています。確かに政治ですから、時々レギュラーのことが起こる、先ほど広報から不規則発言で、郵政解散みたいな話がありましたが、まさに与党が与党の中をまとめきれなかった、内閣が与党の中をまとめきれなかったというような、イレギュラーな事態が与党の中で起こったときに、そういうことが生じるのであって、基本的には内閣と与党は一体となって、与党の同意なければ、法案も予算も国会には出せない。ということでやってるんですから、そこで総理大臣が、それは行政府の立場で答える話じゃない、内閣の、それは党の立場だというような話ではぐらかすこと自体が、実は議員内閣制の本質と矛盾をしているというふうに思いますし、まさにそうした矛盾の中で、行政府は勝手に解散していいんだという解散権をオールマイティで持っているということが、実はもう時代に合わなくなっているのではないかということが、もし今、日本の憲法についてしっかりと議論をしなければならないことがあるとすれば、まさに世界の潮流との関係で見てもこの問題こそが最大の課題ではないかということを申し上げておきたいというふうに思います。もう一点だけ午前中憲法の話を聞いておきたいと思います。これは法制局でいいんだと思いますが、憲法53条後段の法的効果についてご説明ください。内閣法制局長官横畑雄介君。
憲法53条公団のことだと存じますが、憲法53条の規定により、いずれかの議員の総議員の4分の1以上から国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないと考えております。枝野君。合理的期間内に召集しなければならないというのは法的義務でよろしいですよね。過去に答弁ありますよね。欲畑長官。まさに憲法に規定されている義務であろうかと思います。枝野君。ところが昨年通常国会が閉会をした後、野党から今の憲法53条公団の規定に基づいて臨時国会の召集要求が憲法の手続きにのっとって適法に行われましたが、結局秋の解散の召集した当日に解散をするというその日まで臨時国会は召集されませんでした。憲法53条公団の合理的期間を超えていないという論拠を説明してください。内閣法制局長官、横畑雄介君。先ほどお答えした通りでございまして、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないということでございまして、合理的な期間と申しますのは、召集にあたって、整理すべき諸課題によって、変わるものであるため、一概に申し上げることはできないと考えております。枝野君。一概に言えないというのは分かっているので、昨年 の、 臨時会召集までの期間は合理的な期間を超えていないという説明をしてくださいと言っているんです。法律解、法解釈です。法制局。法解釈。横畑内閣法制局長官、法解釈をお願いします。この憲法の規定の理解解釈については、先ほどお答えした通りでございまして、私どもの所掌といたしまして、その憲法の解釈について申し上げるということはございますけれども、具体にそのどのような事情によってそのような期間になったのかということについてお答えする立場にはございません。はい、期待していた答えをいただきましたので、総理大丈夫ですよ。には要するに法的に判断できない、つまり自由裁量に任されてしまっていて、法的義務ではあるけれども、時の政治判断でどうでもできちゃう規定になってるんですよ。でも一方では、合理的な期間内に召集しなきゃならないという法的義務だ、これも明確なんです。法的義務でありながら、実際には政治判断で、いつ召集しようがしなかろうが済んでしまっているという、こういう法の在り方として歪んだ状況にある。これ自民党の、中身めちゃくちゃなんだけど、ごく一部だけまともなことが書いてある、ごくその一部、自民党の改憲草案と称するものの中のごく一部のまともなところとして、まさにこの53条公団の召集期限については明記、数字を明記すべきだ。私は自民党の改正草案短すぎると思いますけれども、もうちょっと期間を取らないと、そうは言ったって政府として準備をして臨時国会召集はできないと思いますが、数字を入れるべきである。これは、これこそが、もし今、850億円もの税金を使って、国民投票しなきゃならないような重要課題があるとすれば、先ほどの解散権の話と、そしてこの臨時国会の召集に期限が書かれていないという法の欠陥、これこそがしっかりと議論しなきゃならないことであるということを申し上げて、午前中の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございます。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。